どうも皆さん、ケンです。おはようございます。11月の27日だっけ、今日 24?23 か。木曜日、祝日の後やから24かなですね。まあ平日なんですけど、僕いつも平日朝から昼まで、朝から夜まで働いてて、まあちょっとツーリングにゆっくり行く時間っていうのが本当ここ半年ぐらいなくて、ブリスベンに来てからずっと。でも今日久しぶりに、いや久しぶりじゃないな、普通に初めてですね、平日休みになったんですよ。っていうのは僕がもうあと 2,3 週間で辞めちゃうので、まあ、新しい子を雇って、まあ、その新しい子をこう入れていっているので、まあ、僕のシフトに余裕ができているって感じかな。まあでもね、来週からまたちょっと忙しくなるんで、忙しくなっちゃうんで、まあ今日が最後かなと思いますけど、オーストラリア一周前の平日休みっていうのは今日が最後かなと思いますけど、まあ今日は思いっきり楽しんでいきたいと思います。で、今日はどこに行くかっていうと、まあブリスベンからフェリーで50分ぐらいのところにあるノースストラトブレイク島みたいなのがあるんですよ。で、そこは確か世界で2番目に大きい砂でできた島なんですよね。で、今日はそこに行きたいと思います。まあぶっちゃけ FDRX3000 ってありますよね。まあみんなバイク乗ってる人だったら、まあ GoPro もしくはまあそのソニーのアクションカメラを使ってると思うんですけど、ガイバイクが使えるからね。で、まあ僕もずっとあのソニーの FDRX3000 っていう、まあ 4K が撮れる空間光学手ブレ補正がついてるやつをね、まあ1ヶ月半ぐらい前から注文してたんですよ、オーストラリアで。でもね、全然届かなくて本当に。まあ在庫がないとは最初言われてて、1、2週間で届くって言われてたんですけど、結局届いたのが1ヶ月半後っていう、ね、昨日だったんですよ。で、まあ外部マイクとかはあらかじめ日本から持ってきていったんですけれども、まああまり微調整とかそういうのをしてなくて、あんまり微調整というか、まあ挿すだけなんですけど、まあちょっと相性とかもあるし、今とりあえずなんか昨日の今日だったんで、どんな感じかな、なんか空気音、風切り音とかもね、ちょっと対策しなきゃいけないやろうし、でオフロードのヘルメットしてるんで、多分オンロードのヘルメットよりも風切り音、風がもろに入ってくるんでね、そこら辺もちょっと対策していかなければいけないんですけれども、ちょっとそういう対策をせず、まあせないまま今日ちょっとツーリングに出かけちゃったんですけれども、どんな感じかな。ま、ちなみにドローンもですね、まあ、買い替えて、もともとマービックプロを買うって言ってたんですけど、まあ、マービックプロなんか公式サイトによるとなんかちょっと遅れてるらしくて、なんか生産が結構売れてるらしくてね。なんで僕はその DJI ファントム3スタンダードっていうのを持ってたんですけど、それを売って、あのパロット社のあれなんていうの、デボットっていうのかな、デボット2を買いました。あれね、ちっちゃいしね、結構追いかけてきてくれるんで、別にマービックプロじゃなくてもよくねと思ってね、1800ドルぐらいするし、オーストラリアで。で、デボットはコントローラー付きで、本体付きでバッテリー2個ついてて850ドルだったんですよ。めっちゃ安いと思って、な、2個買えるわと思って。マービックプロ、必ずしもマービックプロじゃなくてよくねと思って。まあ 4K 撮れないけどね、 4K 撮る必要ないし、ぶっちゃけ 4K でオーストラリア一周の様子を 4K で撮ったところでどうやってアップロードするんっていう話だから、なるべく画質は下げてでも、まあアップロードしやすさっていうのをちょっと優先させたいかな。いやでもね、暑いって言ってもやっぱ走り出すとさ気持ちいいよね、このぐらいの気温が最高なんよマジで。でね、今日はそのまあ島に行くんですけれども、まあフェリーに乗らなきゃいけなくて、今まあフェリー乗り場に向かってるとこです。で、今朝の8時10分なんですけど、10時のフェリーなんですよね。だから20分前に着いとかなきゃいけなくて、9時40分までにはそこに着いておかなければならないんですけど、まあそこはジャパニーズ、9時半には着こうと思って、てかもうね、こっからぶっちゃけ30分ぐらいで、家から30分ぐらいで着いちゃうんで、ぶっちゃけね8時半には着くと思うんですよね。でもね、その前にちょっとお腹が空いたんで、マックに行ってちょっとハッシュドポテト食べたいなと思って、
でマック行ってガソリン入れてこう、スーパーマーケットで水買ってからフェリーに乗ろうと思います。まあ、そのぐらいの時間はあるでしょう多分。ほいっす、ということでフェリーの時間までまだ1時間ぐらいあるんでマックで朝食ですね。バイクはそこに止めてます。ちなみにこれだけで 9.45 ドルクソだけということでいただきます。ほい、ということでフェリーターミナルに来ております。ちょっとね、ガソリンも入れたし水も買ったし、あとはもうフェリーに乗るだけですね。多分ね、もうあそこに見えてる島がね、そうだと思うよね。50分で着くそうなんで、まあ近いね、50分っていうと。こっちにはね、なんかカフェがあったりして、なんかちょっといい感じだね。いや、やっぱ日本のフェリーもねこういうのあるけどね、お金を使ってしまうんでちょっと買わないです、今は。時間が10時のフェリーなんですけど、今9時半、まあ、ちょうどいいね、いい感じだね。はい、ということでフェリーが来るまでちょっとそこのカフェでのんびりしていきたいと思います。では、あっち。ほい、ということでフェリーがやってきましたね。結構な車の量があるけど、これ全部乗るんかな、あのちっちゃいフェリーに。あ、でも結構でかいか、奥行きがあるな。いや、なんかね、日本一周してる時もフェリー何回も乗りましたけど、なんかね、フェリーに乗る時っていうのはなんか楽しいね。なんかバイクとフェリーっていうのはなんかちょっと関わってる、密接に関わってるっていうかね。なんかよいしょ、サングラス持ってきたっけな。日本みたいにフェリーがバイクは固定してくれるのかな。広島の宮島に行った時は固定してくれないんだけどね、ちょっとすげえ怖かった、あの時は。バイクは最後っぽいね。まあ日本でもね、いろんなフェリー乗ったことあるんですけど、バイクは一番最初、もしくは一番最後やね。中途半端な乗り方ってのは絶対ないよね。一番最初に乗れたらね、いいんやけどね、いいポジション取れて。Yep. どっこい。ああ、どっこい。はい。Yeah.ということで、50分の船旅が終わって、ノースストラスブローク島に来てますか、着きました。ノースストラドブローク島やった、分かりにくい。で、やっぱりね、あの宮島みたいにバイクは固定されなかったですね。で、まあ、でもあの航行中はそんなに揺れなかったんで全然大丈夫なんやろな。でもね、今あのこの着岸するときはバイク乗ってねって言われた。はい、ということでですね、まあ、フェリー降りようとしたところで電池が切れるっていうね。じゃ FDR-X3000 ちょっとバッテリー持たなすぎじゃない、気のせいかな。なんか全然バッテリーが持たないような感じがする。まあ、バッテリー3つ持ってるんでどうにかできると思うんですけど。さあ、ということで早速フェリーの中で手に入れた地図を元に、行ってみたいと思います。最初どこ行こうかな。これね、ブローンレイクってとこにとりあえず行ってみたいよね。まあスマホとかのナビは使わずに、なるべく
自力で行ってみようかな。ほな行ってみよう、スタートや。うわめっちゃむずいわこの道。うわあぶね、倒したくない。いやマジでマジでマジでむずすぎるマジで。